俺だ。こんにちは、神田です。 J2 リーグ第25節アウェー長崎戦、結果は3対4で競り負け。いやね、ちょっと面白い試合展開だけにね、勝ってほしかったけど、すいません、ちょっと今日が仕事の合間に観戦してたので、このような感じで撮影となってますけども、まあ、長崎が開始早々から、まあ、しっかり繋いできてたんですけども、まあ、富樫選手がフェイクの動きをするので、レノファのディフェンス陣が釣られてしまって、まあ、両サイドが空いてしまったところに名倉選手、でもしくは亀川選手が上がってきて、フリーで受けられてしまって、ちょっと自由にやられすぎてたかなと。でまあ、先制点を与えたところは、まあね、こう批判するわけじゃないんですけど、まあ、吉光選手のキャッチミスかなと自分的には思うんですけども、まあ、しっかり、ね、レノファが守れてた分、しっかりこうキャッチできてたら防げたかなと思うんですけども、でも、ね、セットプレーの部分はこれ前からこの得点のパターンはできてたので、まあ、イウリ選手が今回おとりになったところをヘニキ選手が後ろから飛び込んでいい形で同点ゴールで、2点目は、レノファがアグレッシブに取りに行ってボールを保持している選手に、まあ、誰が行くべきか中崎の選手が迷っているところをレノファがシンプルに縦にドリブルをついていって中にいいクロスが上がって浮田選手のヘディングゴール、素晴らしい時間帯に2点目を取れたかなと。で後半のね、あの立ち上がりの PK なんですけどね、 PK なのかな、あれ PK ちょっと分かんないけど、まあちょっとね、危うい場面もあったけど、ですぐさまレノファがね、またこの試合サイドから攻撃を作って対角線にパスをしっかり入れることによって高井選手がワンタッチで、イウリ選手からつなげてまたサイドで攻撃を作り直して、まあ、クリアが中途半端なところをまた高井選手がダイレクトで、でそのボールにイウリ選手が押し込むという形で、いい形で3点目をね取れたんですけども、やっぱりね、こうレノファの課題というか、なんて言ったらいいんですかね、押し込まれる展開になってくるとどうしてもこうクリアしてしまってマイボールにできてないので、やっぱりね、頑張ってそこはリスクを負ってでも1本2本しっかりつなげて自分たちのマイボール、自分たちのリズムでサッカーをするようにしないと、まあ、こういう試合展開になるのかなと僕は感じるので、まあ、この試合ね、決して悪くはなかったと思うんですけども、レノファがこれから勝ち上がっていくためにもやっぱ収穫もあったけど課題も見つかった試合だと思うので、次節の水曜金沢戦しっかり課題をクリアして勝ちをもぎ取ってもらいたい。最後まで動画を見ていただきありがとうございます。それではまた。